イリーナ・ビリクトロブナ・ロバチェワは、ロシア出身の女性フィギュアスケートアイスダンス選手。2002年ソルトレークシティオリンピックアイスダンス、銀メダリスト。2002年世界フィギュアスケート選手権、アイスダンスチャンピオン。パートナーは、イリア・アベルブフ。ロシア語読みでは、イリーナ・ビリクタラブナ・ラバチョーバが近い。モスクワに生まれ、6歳の時にスケートを始めた。 当初は女子シングル選手として活動し、後にアイスダンスに転向して、アレクセイ・ポスペロフとカップルを結成した。ポスペロフとのカップルで1991年、ネーベル・ホールン・サカズキで優勝し、1992年、ロシア選手権では6位となったが、イリア・アベルブフと恋に落ち、ポスペロフとのカップルを解消し1993年にアベルブフとカップルを組むことになった。 1993から1994年シーズンにより国際大会へ出場。1994年世界選手権へも出場を。果たし、私生活では1995年にパートナーのアベルブフと結婚するに至った。1995から1996年シーズンに創設された ISU グランプリシリーズへ出場し、以後表彰台の常連となる。 1997年には、ロシア選手権で初優勝を飾り、競合カップルとして注目されるようになったが、1998年、長野オリンピックでは5位入賞に止まり、メダル獲得はならなかった。2000から2001年シーズン、ISU グランプリファイナルで自身最高位の2位となり、2001年、欧州選手権及び2001年世界選手権では、 共に3位となり初のメダルを獲得した。翌2001から2002年シーズン、怪我の影響から ISU グランプリシリーズには出場できなかったが、ロシア選手権で4度目の優勝を果たした。2度目のオリンピックとなったソルトレークシティオリンピックでは、フランスのマリナ・アニシナオリンピック後に行われた2002年世界選手権では、初優勝を飾った。翌2002から2003年シーズン、 グランプリファイナル及び2003年欧州選手権で初優勝を飾り2003年世界選手権で2位となりアマチュアを引退プロフィギュアスケーターとして活動を始めた2007年アベルブフトリコンが報じられたありがとうございます